皆さんこんにちは、墨田区長の山本徹です。今月も墨田区の出来事や区政についてご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いします。山本区長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は何についてお話しいただけるんでしょうか。区の産業支援についてご説明させていただきます。墨田区といえばものづくりの街ですもんね。はい、墨田区は技術力の高いものづくりの街として知られています。しかし近年、後継者不足などが原因で、この素晴らしい技術を受け継ぐことが難しいという経営者の方の声をお聞きすることもあるんです。そういった現状を受けて、区ではどのような支援をされているんでしょうか。区では現在、積極的に後継者、若手経営者育成のための支援を行っています。その一つの取り組みとして、経営支援や創業支援などの相談ができる墨田ビジネスサポートセンターを開設しました。そちらでは具体的にはどのような支援が行われているんですか。一例として、昨年は女性起業家が創業支援相談制度を利用してチョコレートショップをオープンしました。その際に商品の価格設定や PR 方法などのアドバイスも行い、現在も順調に経営されているということで、もちろんご本人の努力もありますが、区の産業支援の成果が現れたいい例だと思います。この他にも墨田 3M 運動という取り組みがあるんですが、これは墨田の産業と地域の活性化を目的に、区内外の方々にものづくりの町墨田を PR する活動として展開しているものなんです。 3M 運動の M はものづくりの歴史などを学ぶことができる小さな博物館、製造と販売が一体化した工房ショップ、墨田が誇る職人である墨田マイスターの3つの頭文字を取って 3M 運動と言います。なるほど、この M はものづくりに関する言葉の頭文字を取ったわけなんですね。はい、現在区内には小さな博物館が30館、工房ショップが27件、マイスターが36人います。その中に木材に関する小さな博物館と革小物を製作している工房ショップが最近仲間入りしました。はい、その博物館と工房ショップ、私取材させていただきました。こちらをご覧ください。江東区木場の材木屋の4代目店主が3年前に緑にオープンしたお店、ツリーナッツ。ぬくもりのある木の素材感を生かした食器やおもちゃなどが所狭しと並ぶお店の一角に、木材に関する小さな博物館がオープンしました。うちはもう代々、今僕で4代目の材木屋なんですけども、はい、そうするといろんな木がやっぱり集まってきて、珍しいものだったりっていうのをいろんなお客様に見ていただきたいっていうのがあって展示を始めたっていうのが始まりですね。珍しいものがあるということでしたが、こちらにはどのようなものが展示されているんですか。そうですね、うちで一番面白がっていただいているのは、この世界一軽い木と、世界一重たい木、この、はい、同じ大きさにしているので、皆さん持っていただくとすごい重さの比較が。これ木ですか。そうですね、それ世界で一番軽いと言われている軽さの木。すごい軽いです。で、今度これ持っていただくと分かるんですけども、はい、全然重さが違う。そうです、ずっしりきますね。ずっしりすごい重い木ですね。あとはそうですね、もうワシントン条約で伐採が禁止されてしまっているこのブラジリアンローズウッドという木があるんですけど、で最高の時にはもう丸太1本でお値段が1億円ぐらいで取引されてた、はい、木はやっぱり年々数がもう本当減ってしまってて、国内でもやっぱ取引がだんだん難しい状況にはなって、実際にやっぱり木を使っていただかないと、その木を切る方もいらっしゃらなくなって、どんどんその日本は木の文化だって言ってたのが、どんどん今衰退はしてきてしまっているので、少しでもこういったのを見ていただいて、切っていいなとか、切って温かいなっていうのをもう一度触れていただいて、また木のものを少しでもこう皆さんに使っていただければありがたいかなと思います。続いてご紹介するのは、去年新たな工房ショップとなった革製品のお店、三秀明三原。1階は自社製品を中心に高品質の革製品が並ぶショップフロア、2階がシェアオフィス形式で職人たちが製品を製作している工房フロア、さらに3階フロアでは革職人を育成するスクールが運営されています。
私たちのところのオリジナルブランドがありまして、で、まあ、そのブランドの、まあ、ちょっとフラッグショップをやりたかったんですけど、やっぱりこう青山とかああいうところでやるより、やっぱり本当にものづくりをしっかりしている、ブランドということで、やっぱりものづくりの街墨田区っていうところにやっぱり工房ショップを建て、そのものを作ってる背景とか、そういうものをこう PR していければなと思ってこの場所に作りました。ハンドバッグでも一年中使えるものもありますけど、やっぱり季節感、例えばパーを使ったものだったり、そういう季節感を出したり、トレンドがこうトラディショナルだったりコンサバだったり、いろんなもの毎年変わっていくじゃないですか。やっぱそれに合ったその時代感を捉えたやっぱバッグを作っていければなと思ってます。こちらの工房ショップにこれから来る方たちにはどのようなところを感じてほしい、見てほしいってありますか？日本のものづくりの良さだったり、あとこの街のこの雰囲気、墨田区というところのやっぱりものを作っていく雰囲気が、まあ至る所にこう随所見れていくんですけど、やっぱりここに来るまでにもそれを感じていただいたり、でここに来た時に本当のものづくり、まあ、ハンドバッグというカテゴリーに対していろんな工程があったり、いろんな人たちが携わっているということを感じてほしいですね。ものづくりの歴史や職人の技術なども見ることができて、とても楽しい施設でした。はい、またこうしたものづくりの町墨田の商品を広くアピールするために、地域ブランド墨田モダン認証事業も行っています。はい、私もこういくつか取材させていただく中で、墨田モダンに認証されることによって、企業や職人の皆さんがさらにこのものづくりへの熱意を高めているように感じています。墨田区では将来に向けた人材育成、技術・技能の継承を促進するとともに、新規創業など新たな事業展開が活発に生まれる土壌を作り、ものづくりの町墨田を次の世代につなげていきます。こうした産業支援の取り組みは、働き続けたい町墨田の実現につながっていくと確信しています。区ではこれからも様々な産業支援に取り組んでいきますので、どうぞご注目ください。